こんにちは、FA ラボラトリーです。今回は三菱電機のインバータ FREQROL-700 シリーズ FR-D720-11K を分解してみます。エアコンなどの家電製品の中に使われているインバータですが、中の構造がどのようになっているか分解をして見てみましょう。インバータとは、交流電圧を直流電圧に、直流電圧を交流電圧に変える電気回路、周波数の異なる交流を発生させる装置です。例えば、エアコンや照明などの家電製品を無駄に電力を消費することなく効率よく稼働ができます。FR-D720-11K はモータ容量 11kW、 265mm、220mm、190mmです。インバータの中身はどうなっているのか分解をして見ていきます。まずは上の冷却ファンの部分を開けます。三菱電機の MMF-08G24ES の冷却ファンが2つありました。空気の流れとファンの回転方向が小さく記されているため、戻す際はエアフローの矢印が上を向くように取り付けます。取り付け向きを間違えると放熱効果が落ち、インバータの寿命が短くなる原因となりますので注意してください。取り外しはできませんでしたが、冷却ファンの真下にヒートシンクがあり、熱をヒートシンクに移し、ファンの風を当てることで放熱する構造です。表面のカバーはネジと取り付け爪を押さえながら手前に引いて取り外します。上から操作パネル、制御回路端子、主回路端子になります。インバータ本体の操作パネルは取り外しできませんが、オプションの盤面操作パネルが接続できます。制御回路端子は専用棒状端子で端末処理した電線を差し込むだけで配線ができ、マイナスドライバーを使用すれば棒状端子がなくてもつなぐことができるので簡単です。内部の端子接触部分がバネの構造になっているので、振動による配線の緩みや接触不良を回避できます。主回路端子は電源、モーター、直流リアクトルかつ制動抵抗器などの配線を接続する端子台です。配線カバーは手前方向に引くと簡単に外せます。取り付けるときはガイドに合わせて取り付けてください。基板の全体が見えるようにもう一段階カバーを外します。操作パネルと基板をつないでいる線とネジを外すことで取ることができました。他に外せるものは、後ろについているコンデンサ、短絡片、基板だけでした。これ以上隠れている部分まで分解できなさそうなので、元に戻します。もっと複雑な構造だと思っていましたが、開けてみるとそこまで複雑ではなく簡単に分解できましたね。分解する際は必ず電源ケーブルなどを外し、通電がないこと、完全に放電していることを確認の上行ってください。紹介した商品はいずれも当社が運営している EC サイトエンジェルハムショップジャパンにて販売しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。